犬コロナウイルス感染症とは、コロナウイルス化に属する、犬コロナウイルスの感染を原因とする、犬か動物の感染症。同義語として、犬コロナウイルス病、糞便を介した、傾向感染により伝播し、ウイルス血症は起こさない。ウイルスの標的細胞は、小腸中毛状皮細胞である。不健性感染が多いが、発症すると犬に元気消失、食欲不振、嘔吐、 下痢を引き起こし、嘔吐や下痢が激しいと顕著な脱水を引き起こす。通常は1週間程度で回復し、致死率は低いが、イヌパルボウイルス2型との混合感染により、病状の悪化、回復の遅延、致死率の上昇をきたす。診断には、糞便中のウイルス粒子を電子顕微鏡によって確認することが最も有効であり、RTPCR、蛍光抗体法なども応用される。 治療には対症療法のほかに細菌による二次感染を防ぐ目的での抗生物質の投与が有効である。非傾向投与型の不活化ワクチンと生ワクチンが市販されている。ありがとうございます。